配信は今終わった後のシャワーですか。お姉ちゃん呼ぼうか。来てます、ミュー、ミュー来て、一回今さ、TikTok ライブしとってさ、ほぼ来とるじゃん。なのにさ、なんかやった後ですかとかめっちゃ言われるんじゃけど。何しろ。ちゃんと来てや。まあ、でもじゃあ今偏頭痛で。偏頭痛で？気圧太るじゃん。意味がわからん。え？既存の気圧で頭痛くなら。薬飲むよ、ロクソン。どう？どうよ。結構少年じゃないこれ。来てる言うてんから、優しいな。もう服着るわ、めんどくさい。ちゃんとした服ね。でも冬服全部縛ったんよな。どう、お姉ちゃんじゃない、ちゃんとした。それな、いやガチそれな。別に芸能人でもなんでもないし、なんでもいいじゃんね。夏服しかない。なんもないね。頭しか見えません。服着ます。オフショルやめる。お姉ちゃん頭痛い？偏頭痛らしいです。でも厚着したくないんで。これ何言ったいの？普通に TikTok ライブやりたいだけ。決まる。帰る？めっちゃ久しぶりよ。それな。そうなんですよ。それってきちんとしてない。いや、わかんない。あの、遊びから帰ってきたからそのまんまの服でやってたんですけど、服着てないって言われたから着ました。ちゃんと服着てるっていうバレ思われるような服。かわいい。 Thank you。 ゴニョゴニョしてる。ねんねしないですよ。 TikTok ライブ。うん、この1週間1回じゃないですか。ブラシ包んでる。初めて言われました。今見れたのはラッキーだね。ですね。ある意味ね。姉妹ですよ。相変わらず可愛い。ありがとう。
本名ですか？わかる。更新する予定ないですか？いや、何の音源で撮ればいいか分からなくて何も載せられないです。何着てても座って立って毛布とかしてとかあるんだけど、大変だね、大変だね。おはよう。おやすみなさい。おやすみなさい。食べてボディクリームでちょっとまずいと思います。さっきフォローしたばかり。おやすみ。一緒に住まない？どういう状況とは。何？待てすぎて遊びまくってさ、仕事ばっかり しかしてないので遊ぶ時間ほぼないです。寝る前にちょっとだけ、お昼前、お昼にお風呂入る前、彼氏だったらいけない、彼氏作ろうか、無理やり。おいしい。誰にしようかな、彼氏。1年半もいないです。前から見てます。16時間半の時速のこと16時間。いいなぁ、ハワイ行きたいな。けるし、いねえわけね。受ける、ナンパされないです。ハロー、ハイベイビー、ハイ。笑顔が天使すぎる。ありがとう。ナンパされるのが好きじゃないんですよ。だから、まあ、人多いそうだなとか、基本的にちょっとイヤホンやつつけて音楽聴いてるから、こうなんか話しかけられないですね。こんな子いたら言うこと聞きすぎて破産しそう。やめて。けど、けど罪？仕事は止まる。明日は仕事休みです。ここにいるのは誰？とは。お姉さん元気？お姉さん元気。来て。キュアサビュー。Thank you。ネイル綺麗ですよ。お任せで決めてもらってるんです。メイク。デザイン決めるメイク。とはって誰？
た。ライブ配信動画を共有しました。やめて。これです。前にいるの彼氏てか、まず前に誰もおらん。これだね。ママも可愛い。ありがとうございます。あの人仲間もこの映画を見ながら暮らすなら幸せでしょうね。お母さん幸せか。 I love you babe. Thank you. Are you Japanese? I'm Japanese.You speak タガロン。英語わかるの？わからないです。教えてもらったことくらいしか。TikTok って今何の音源が流行ってるんですか？はい、来た。おぉ、どこやの、ん、おっぱ自宅です。はい。Can you speak English or Tagalog? そんな、わかった。フィリピン語そんなに言うてもわからん。他の女の子と絡むの、めんめ。あ、出た。なんかさ、聞いたことある。トトロだいつってよね。トトロ、あ、もやほー。こんな時間なら最近あるのことで一番こう興奮したエピソードどうぞ。起き上がるとどんな感じかな。何がですか。はい、リップ塗った。今なんですよ。明日早起きたのに寝れないから。どうせJapanese.
彼来たらいい。ド S そう。前髪やばくない？今日は人も今日ゼロ人じゃない？マニラ、ありがとう。キュンです。可愛さが溢れてる。 Thank you。 ありがとう。にゃん。旅行行きたいな。タンクトップってキャミソールか。キャミソールってそんな色の服装かな。普通じゃない、女の子からしたら。なんだろう、てかもうキャミソールがある。どんな、どこ住みですか。広島です。ありがとう。 Thank you Japanese cute。 Thank you。おい、やばい。宮島、あ、行った。そんなに宮島方面じゃないけど、どちらかといえば岡山寄りです。この配信って誰が見とるの？こんなことまで見たらできますよ。大丈夫。おやすみなさい。マハル。なくなった。聞こえた？何してる人ですか？何もしてないです。眠たい。キュン。落ち伏せ配信しないですね。苦しいから。キュンだ。この曲って。 I love you。
はい、ライブの可愛い子ミキ明日ミカ来るって Yes, cute, thank you I love Japanese Thank you I love Philippine正直絶対持ってます持てないですよどこに向こうのお家に走ったあれ聞いてなかったストーリー多分変えとったと思う持てねえわけがねえモテねえわ嘘聞いてえ嘘あれかな急に決まったっけかなひもとブル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 はいはい今日はあなた私も行くってこと？フォンが来るの知った。あ、言われた。かぶっとったらいいなって思ったけど、行く日かぶらんかった。かぶ？はあ。今日はあなたがいいよな。こっち来ないの冬に行きたいななんか自粛期間中でなんかどこも空いてなさそう夜ご飯とか I love you too めっちゃおもろいじゃん空いたんかな東京空いとったら行きたいな夏が終わってくれめっちゃ引きこもりたい はいこの意味わかりますかわからないですふうあフィリピン人が多いなもう一年あったなあんまりI love my friend, Japanese. I love you too. よく考えたら去年のあの自粛中もこっち来たんですよ。え、いつ？行ったっけ？あー、あの時か。店閉まっとったっけ？あ、行ったな。いやあれは行ったな。行った行った。思い出した。行くけど行くか言われて。行った。行きたかった。でもなんかさ、あの時はさ部屋でも。あ、部屋じゃねえよ。お店開いてたじゃん、バンバン。確か。開いてなかったっけ？開いてた気がする。それな、お兄さんち。行く仕事早くて、朝帰るって。夜？さっき何て言いましたか？いつ？デジか。東京住まないの、マンションが建つんだけど、駅前に
自分の地元のそこ借りて住もうかなみたいなことはちょっと考え、東京に行きたい。一番上のお姉ちゃんが子供生まれるの。子供、この今年中に一回は行きたい。冬行きたい。11月中行けたらいいなって。長く降りたい。その時はホテル。さすがに2週間とかは長いじゃん。1週間くらい行きたいな。飛行機で、新幹線はちょっと長いわ。4時間はね、ちょっと無理。飛行機でパパパって行って帰りたい時帰ってまたすぐ行きたいかも。コロナじゃなかったら本当に。そろそろお風呂入ったか。仕上げに。そろそろお風呂入ろう。お風呂入ります。バイバイ。Thank you.